1月12日月曜日祝日成人の日だ。気分どうだい神コロ様の今日も PON。待たせたな、神コロだ。本日の教本は鉄道模型だ。2020年の12月31日、いわば大晦日で、楽天フリマでとある方の、中古の鉄道模型が出品されていた。この大江様が1万円で購入したわけ。その鉄道模型はこの部屋にはない。隣の部屋にある。ということで隣の部屋に行ってみると、さあこの俺様が12月31日で楽天の楽まで購入した製品、それ見せてやる。これらすべてで、1万円ということだ。いずれにしろ、トミックスという名のブランドになったばかりの製品群だ。では、まずはこちらから行ってみるか。この品番92ベーシックセットナンバー2、基本セットナンバー2というもの。ちょっと箱は残念ながらちょっと状態が悪い。こちらとこちらのちょっとところが破れている。裏は、状態がいい。では開けてみる。こういうふうに。ここになんか、トミックスというなんか、昔のロゴのシールが貼られている。これがすごいんだ、これが。これ。この機関車がすごいんだよ、この機関車。わかるか。これ ED75。 あ、ちょっと暗くてわかんないな。 ED75、 これ日本製ではないんだぞ。なんとこれ本校製だ。本校製。これはもう本当の初期製品。1977年頃に作られたもの。構造も裏の構造も全く今と違う。なんかここあたりにちょっと線が見える。なんかリード線が、わかるかな、わかるだろうか。赤いなんかリード線がついてる。で車輪ゴムがついていない。で、Mカプラーではない。で、こっち。ナンバーは、これ直接印刷されているもの。で、スカートと車体は、これはつながっている。で、当然、ライトは光らない。で、これ側面にちょっと、こういったちょっと穴が見えるんでしょ。穴がこうやってちょっとかぶせるためのちょっと引っ掛ける穴で、上がちょっと屋根のちょっと一部パーツがちょっとなかったから、もう適当にもう
あり合わせのパーツでちょっとまあ適当にごまかして、まあ、なんとか見栄えを良くした。これは本当に年代物だな。ではこれがちょっと走るかどうかやってみるぞ。すげえ。おお、すごいぞこれ。動いた。ああ、すごい。もう40年以上経過して。わあ、音はうるさいが。すごい、これ。ほら。これ最高速度だ。ああ、動いた。ああ、これは奇跡に似たの。これはすごいな。じゃあ反対方向ちょっと。わあ、すごい。ああ、動いた、動いた。はあ、これはすごいわ。まさか動くとは思わなかった。続いては、こちらの建物行ってみる。これは、まあ、木造駅舎だ。まあ、今で言うと品番が4202となって、まあ、ちょっとカラーが変わって値上げされたもの。これは、まあ、先ほども言った通りこのセットしかない特別なカラーバリエーション。このセットが発売されたのは1年間しかなかったんだからレアものだ、うん。これは、この色はなかなか個人的には気に入っている。ホームだ。で、対向式ホーム。品番が4001。こちらもオリジナルカラー。ちょっと残念ながら、ちょっと、こういった柵とか看板は、ちょっと付属はしてなかった。だが単品で、まあ、販売されていたから、まあ、なんとかなるだろう。ちょっとここのところが折れて、ここのところ接続部がちょっと折れていたのがちょっと残念だったな。で、これでリレーラーだこれ。まあ緑色だな。リレーラーといってもちょっと形状が異なる。なんかここのところがちょっと高いというものになってるな。で車両は、まあ、ED75 機関車の他にこのオハフ33とこちらのオハ35-2用、色はブルーだ。まあ、当然ながら光らないし TM カプラー対応でもない、室内灯は組めないというもの。であとはまあ茶系レール、まあ茶系レールはまあ知ってるからまあいいとして、まあポイントコントロールもまあいいでしょう。でこのポイントがまた古い。これ品番が1202となっているの。これここの駆動部がなんか本当の初期製品だよ。これはポイント駆動部もなんかついてった。まあこれもくどいようだが40年以上が経過してるんだ。ギャップスイッチがここにあるんだな、こっちの方に。でちょっとあれ、ああ
これはもう、これはもうダメだろ。ここのところ、こっちが正常、こっちはちょっと異常だな。ビニールがデロンデロンに溶けて、しかもちょっとこっちもう配線がちょっと切れちゃってる。うわぁ、サビがすごい。サビがすごいな。で、これ。で、これが、ポイント駆動部。まあ、交換用のパーツだな。で、裏になんかいろいろ書いてあるな。ポイント駆動部の取り替え方。駆動部。カバーを取り外し、図1のように裏カバーの爪を起こし、裏カバーを取り、駆動部と配線ベロのハンダを取ります。取り付け方、駆動部を裏カバーにセットし、同乗部を乗せて裏カバーの爪を折ります。この時、スイッチ部を手で動かして、先端レールが確実に動くことを確認してください。そして、駆動部と配線ベロを判断してください。判断付けするのか。そんな、ワンタッチで交換できないのか。判断付けするっていう、判断付けが必要だっていうことなのか。できない人はどうしたんだろうな。そんな、昔の製品は、交換するのにも、すぐには、できなかったんだ。ハンダ付け、まあ学校で、まあ学校とか、まあトランクスが学校でまあ習うだろうな。ご飯はちょっとまあ高校で編入したからな。ちょっとでこれがなんだこれ。なんだもうこっちの方がもうビニールがもうデロンデロンに溶けて。こんなもん捨てずに一緒に送ってきたのか。もうこれはもう完全にダメだろう。これはボツだろう。ダメだよ。もうこれもうワイヤーが焼けちゃってる。ダメだ。ポイントをちょっと動くかどうかちょっとやってみよう。もうちょっと線をつなぐ時間がちょっともったいないので、あらかじめもう線はもう機械とつなげた。リードワイヤー、ワイヤーだが、これリードワイヤー茶色だ。これ緑じゃないんだ。リードワイヤーの線が。でこれがちょっと動くかどうかだ。動けば、お、お、わす、奇跡だこれも、お、動いてる、はあ、すごい。ちょっと損傷が激しいこの KSK タイプ C タイプ KSK タイプ C タンク機関車、これは動くかどうか。これを目当てにまあ俺様が購入したわけだけど、動いたら嬉しいんだが、どうだ。ダメか。モーターが死んでるか。こっちの方に。
ダメだ。残念だ。不当だ。ちょっと良くない。さすがにまあ40年以上経過してるからな。まあこれは残念。では、キハ58はどうだろうか。もうこれもう中身が、室内が真っ黒の。ちょっと、これは僕だろうか。お、わ、素晴らしい。お、動いたぞ。はあ、これも動いた。はあ、今、なんか、コンといったのかな。もう一周走らせる。あれ、ああ、あれや、なんじゃおや。これ、フィーダーでちょっとこれ当たっちゃうんだ。ああ、動いた。奇跡的だ、これも動いた。逆光。ああ、これも動いた。素晴らしい。ああ、40年超えても、まだ走れるとはす。で、まあ、降下システムとして、まあ、3007、降下橋 S140 日本セット。まあ、これはレールが、ついてなく、ただの橋というやつだな。中身はどうなの？なんだ俺。これはひどいぞ、これは。柵がないんだ、柵が。柵が折れちまってる。まあ、ありゃ、これはちょっと、本来ならここに柵がついてるんだ。で、まあこれは3006降下橋 C317-45 5本セット。状態はどうだ？状態。状態ちょっとやっぱり、さっきの直線レール用の降下橋、このように柵がついてるんだ。ああ、ちょっと損傷が激しいな。あ、これ、うん、まあちょっとこれはダメだ。うん、あ、これはまあ、これまともだな。これまともだな。まあ、一部、まあ、やっぱりちょっと、折れやすいのか。これはまともか。うん、で、これ、ステップがついていたという。トラス撤去セット。これ何回も買ったぞ、これ。ポポンデッタさんのところで。まあ、こういった、ちょっと、今とは、タイプ異なる。ああ、ダメだな、やっぱり、やっぱり、天井量がちょっと、ここちょっと、折れてない。まあ、この程度だったら、まあ、修復は可能だ。まあ、これ、橋脚セット。橋脚セット。うん。これが2セット。あ、これ、前の持ち主は分かった。分かった。前の持ち主は、あれだな。俺様が作ったレイアウトと、これだ。多分、半径が317で、8の字の、ちょっと、まあ、レイアウトを楽しんでいたと思う。これらをちょっと持っていたっていうこと。まあ、レールとかちょっと、うん、
カーブレーンもちょっとこれこれがちょっとなんだ、うん、カーブレール、これ C317-40 これがまあ10本12本あるもんな。そういうことか、なるほど、うん、はあ、香港製の二軸貨車、うん、まあ、4両なぜかこの1両だけ中途半端にパッケージが残っている、うん、なんでだろう、さっぱりわからない。まあこれはまあ見た感じでは使えるだろう今でも。でボギー車の、まあ、香港製貨車4両、うん、ちょっと状態をちょっと見てみるか。でこれが、うん、あ車を運んでいた区5000というやつ。あ、なんか、うん、なんか見るからね怪しい。あ、あれ、あ、これダメだ。まあ車輪は不足、まあ車輪はまあいいとして、センターピンがない。あ、ダメだ、センターピンがないか、残念だな。まあ珍しく、これはちょっとここの柵はまあ折れてなく残っているのがもったいないな。これはちょっと使えないね。タキ3000か。あ、ちゃんと、あ、ここの、ちょっと、あ、パーツがちょっと取れていただけで、うん、まあ、パーツはくっつければいい。うん、まあ、これは OK だ。うん、脇号1000。これも、まあ、あ、いい、うん、あーちょ、あー、ここがちょっと折れてるな、ここの部分が。うん、なんとか直せるかな、瞬着使えばなんとかなりそうかもしれない、うん、でワムフ100、あ、ワムフ100、うん、これはこれ状態いいな、これ。うん、あ、状態はいいわ。うん、いや、うん、基本セットに、まあ、なんだか。まあ、単線架線柱も付属していた。なるほど、うん。これが14本、なんかセットには入っていた。という表示があったけど、残念ながら14本はなかった。まあ折れてたこのなんか金属パーツ、これ薄いんだよな、これ薄いのはいいんだよ、これ敷くのは。まあエンドレールとか、制御機器は5001のパワーユニットと5002のポイントコントロールスイッチ、奇跡的にポイントは動く。40年以上経過してもまだそれでも動くというのはもうこれはすごい。この電動ポイントだが、昔のは電圧タイプだ。だからこちら配線が3つある。まあ電柱や高圧線のように3つあって1回線というようなものだ。これは早く素早く切らないと中のコイルが
焼けてしまう。素早く中間の位置でずっとやってしまうとダメ、 NG だ、うん、では基本セットナンバー2に含まれた内容で列車を運転してみることにしよう。動くといいんだけど、あ、方向逆だ、こっちから。音がすごい。これでも最高スピードだ。もうこれ以上早く走らせることはできない。ここで一旦停止させる。ポイントを切り替える。まあスピードは遅いが止まることはなかった。撮影は一発で決まった。このキハ 58K の先頭車のスカートはすごいぞ。スカートはステンレスセーダー、プラスチックではない。ステンレスで無塗装。塗装すらしなかったんだな。ちなみにこのキハ 58K については日本製だ。8の字立体交差でキハ 58K ディーゼルカーを走らせることにした。では入れるぞ。スケールスピードオーバーだ。方向転換、あ、動かない、動かない。スケールオーバーだ、スケールスピードオーバーだ。なんとか運転はできるようだ。キョーポン。ということで今回のキョーポンはかなり昔の鉄道模型のセット、まあ俺様が生まれる前より先に製品化された商品群だった。1万円とはいえちょっと正直に状態が悪いものばかりだった。この C タイプ小型の SL、 あれが動けばまあよかったんだけど、まあいろいろ破損もあって不動。これは残念だったな。まあ、あんまり欲を出さない方が良かったかもしれないな。ということで、今回の俺様の動画はここまでだ。それでは次回の、じゃあ。今日は
楽天楽まで買った中古の鉄道模型でした。進行役は神コロでした。